Bye. 前回は、イスラエルの三大祭りの二つ目、五純節、ペンテコステの祭りから学びました。今回は三大祭りの最後、カリオの祭りについて学びたいと思います。現在のイスラエルのカリオの祭りは、庭先で家族でピクニック、もしくはテントを用いたプチキャンプのような形で祭りを楽しむようになっていますが、 キリスト教を認めないユダヤ教の彼らにとっては残念ながらカリオの祭りに関するキリストの予言的な意義は全く失われているようですしかし実はカリオの祭りこそ私たち終末時代に存在する人類にとって最も大きな事件を指し示す予言的な祭りとなっています今回皆さんとご一緒に この祭りに込められた本当の意味について、まずは旧約聖書から、このカリオの祭りが制定された背景を学んでみたいと思います。このカリオの祭りについては、レビキ23章に記述されてありますので、少しずつ読み進めていきたいと思います。イスラエルの人々に言いなさい。その7月の15日はカリオの祭りである。 7日の間、主の前に、それを守らなければならない。はじめの日に正解を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。また7日の間、主に火災を捧げなければならない。8日目には正解を開き、主に火災を捧げなければならない。これは正解の日であるから、どのような労働もしてはならない。 これらは主の定めの祭りであって、あなた方が触れ示して正解とし、主に火災、すなわち、反災、素災、犠牲及び関災をその捧ぐべき日に捧げなければならない。まず、カリオの祭りはユダヤ歴の7月15日から始まり、7月21日までの7日間、連日で行う祭りであり、 さらに8日目には正解を開いて、神に犠牲を捧げなければならなかったと記されてあります。特にこの祭りは、今までの一年を振り返ってみて、神が数々の収穫物をどれほど祝福のうちにお与えくださったかを思い起こし、神に感謝の気持ちを表し、その大いなる皆を褒めたたえるために行われる。 イスラエル最大の収穫の祭りであったということです7月にカリオの祭りまたは取り入れの祭りがあったこの祭りは神が果樹園やオリーブ畑やブドウ園の産物を豊かに恵まれたことを認めたものであったこれは一年の祭りの中の最大の祭りであった 土地は産物を生じ、収穫は集めて蔵に納められ、果物、油、酒なども蓄えられ、初穂は保存された。そして今や人々はこのように豊かに彼らをお恵みになった神に感謝の供え物を携えてきたのである。さらに、リオの祭りについてもう一つの面が、 ビ記二23章に記されてあります。あなた方は、年に7日の間、主にこの祭りを守らなければならない。これは、あなた方のよよ長く守るべき定めであって、7月にこれを守らなければならない。あなた方は、7日の間、カリオに住み、イスラエルで生まれた者は皆、 カリオに住まなければならない。これは私がイスラエルの人々をエジプトの国から導き出したとき、彼らをカリオに住まわせたことをあなた方の世々の子孫に知らせるためである。私はあなた方の神主である。このカリオに住みという部分はテントのような狩り小屋の中で、 7日間過ごすという意味になりますが、現在のイスラエルで行われるカリオの祭りが庭先でのピクニックやプチキャンプになっているのは、おそらくこの部分に由来するのではないかと思われます。しかしここになぜ7日間カリオに住まなければならないかという理由について記されてあります。それは、神がイスラエルの民を エジプトの奴隷生活から救出した出エジプトの大事件をイスラエルの民が世よにわたって語り伝えなければならないからであるというのです。ここまでをまとめてみましょう。カリオの祭りは神がすべての収穫を祝福としてお与えくださった大いなる収穫の神であられ、さらに エジプトの奴隷状態から解放してくださった救いの神でもあられることを神の民が認めそれらを記念して祝うための祭りだったということなのです前回と前々回にわたってイスラエルの三大祭りについて学んできましたがこれらの祭りは単なるユダヤ人だけのための祭りではなく 実はすべての罪人に関わる重大な教訓を含んでいるという話をしてきました。すなわち、今私たちは三大祭りの一番目である杉越の祭りを生産式として取り行うことができます。また、二番目のペンテコシテの祭りは、人時代から今日に至るまで、品性を清める先の雨、すなわち、 聖霊のバプテスマの体験として、神に聖霊を願い求めることもできます。それではこの3番目、カリオの祭りは、私たちとどのような関係があるのでしょうか。実はこのカリオの祭りで象徴されていることだけは、まだ私たちの上には成就していないのです。冒頭で、 カリオの祭りには予言的な意義が含まれていると言いましたが、この祭りこそ地球歴史最後の大事件である、罪の奴隷である私たちを罪から解放するイエス・キリストの再臨を指し示しているのです。カリオの祭りはただ単に記念であるだけでなく、象徴でもあった。 それは、荒野の旅を振り返っていただけでなくて、収穫の祭りと同様に、大いなる日の最後の収穫を予表していた。収穫の主は、その時、り入れ人を使わして、毒麦を束ねて火に焼き、麦は蔵に収める。その時すべての悪人は滅ぼされる。彼らは、かつてなかったようになる。 そして全宇宙のすべてのものは神に対する喜ばしい賛美の声を上げるしかし神は出エジプト直前に神に挑戦し続けたエジプトの王パロとエジプト人に銃の災いという刑罰を下される中からイスラエルの民をお救いになられました同じく神は 再臨直前に神に挑戦し続けた地の王とその民に七つの災害という刑罰を下される中から神の民をお救いになられるのです。ところでイスラエルの祭りの特徴として大きな祭りには必ずその前後にキリストの働きに関連する小さな祭りが与えられている。 という話をしたことがあるかと思います。このカリオの祭りに関しても、その5日前に、とても重要な儀式が取り行われていました。それが、神の裁きである大食材日です。言い換えれば、カリオの祭りを祝うことができる人たちは、この大食材日の儀式に参加し、それを無事に通過した人たちだけであった。 ということになります。イスラエルの人々は、神が彼らを憐れんで、エジプトの奴隷から解放し、アラノを旅していた時も情け深くお守りになったことを思い出して、カリオの祭りの時に神を賛美した。彼らはまた、終わったばかりの食材の日の儀式によって、許され受け入れられたことを自覚して喜んだ。 しかし、主に贖がわれたものが天のカナンに無事集められ、被造物全体が今に至るまで共に埋めき共に海の苦しみを続けている呪いから永遠に解放される時に、彼らは言葉で言い表せない喜びを味わい、栄光に満たされるのである。人類のためのキリストの食材の働きはその時に終わるし、 彼らの罪は永遠に消し去られるのである。つまり、私たちにとって、カリオの祭りで象徴されるキリストの再臨に預かるためには、大食材美で象徴されている神の裁きである調査審判を無事に通過する必要があるのです。実は、キリストの再臨に備えるとは、この 神の裁きである調査審判に備えるということなのです。多くのクリスチャンが主張するように、キリストを信じて告白すれば、もう救われているという教えは、聖書的な教えではありません。神は罪人がその人生において、最終的に聖書の教えに従った生き方を行ったかどうかを問われるのです。 私に向かって主よ、主よというものが皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の身胸を行うものだけが入るのである。この父の身胸を行うという生き方がキリストの十字架のあがないによって罪が許され、そして精霊によって品性が清められた経験、すなわち、 救われた証拠なのです。前回の学びでも触れましたが、神はイスラエルの農業のたとえによって救いを象徴的に表していますが、最初に私たちの心の畑に巻かれた御言葉の種が、先の雨によって発が成長し、天の蔵に収穫されるにふさわしい御霊の実を 結んでいるという証拠が、父の身旨を行うことなのです。そしてこの品性である、御玉の実を収穫に向けて完全に熟させるのが、後の飴である精霊の著しい成果になります。そして、後の飴が特別に与えられる時が、神の裁き、 調査審判の時なのです。この調査審判については、多くのクリスチャンが誤解をしています。それは、大即在美で象徴された神の裁きを、すべての罪人の裁きだと思っているからです。そうではなく、大即在美は、神の民を世の民から性別するための裁きであるということです。 マラキショには、神が審判を行うために、神の宮である死聖所に来られ、そこで神の民を性別する様子が描かれています。ミオ、私は我が死者を使わす。彼は私の前に道を備える。また、あなた方が求めるところの死は、たちまちその宮に来る。ミオ、 あなた方の喜ぶ契約の使者が来ると万軍の主が言われる。その来る日には誰が耐えようその現れる時には誰が立ち得よう彼は金を吹き分ける者の,の火のようであり、布を晒しの悪のようである。彼は銀を吹き分けて清める者の,のように座して、レビの子孫を清め。 金銀のように彼らを清める。そして彼らは義を持って捧げ物を主に捧げる。この主というヘブライ言語は特に人物を指す言葉になります。つまりこの主は今私たちの代表者として天の死聖者で取りなしをしておられるイエス・キリストの 大祭司の立場を示していると考えられます。また、その宮に来るという部分は、大即座呼びの審判の時に、神が死生児に来られる調査審判のことを意味しています。そして、この裁き主と契約関係にあるものは、父の身旨を行うという救いの証拠によって識別され、 世の民から性別されるのです。そのために神は、銀を吹き上げて清める者の,のように座して、レビの子孫を清め、金銀のように彼らを清めるために、特別なお働きをされます。それが、精霊の先の雨によって、御霊の実を結んだ神との契約者にのみ、特別に降り注ぐ 後の雨、すなわち、品性の成熟の経験になります。つまり神は、調査審判の時に、後の雨をもってレビの子孫である、現代の再始軍を清め、彼らは地上歴史で初めて、た目の実が成熟した初歩として、キリストの義をもって、自分自身を 主に捧げるのです。これが終末時代に天の蔵に収穫される神の残りの教会として性別された14万4千の人々が出現するという約束になります。ではどうすれば私たちは14万4千として性別されるための準備ができるでしょうか レビキ23章には次のように記されてあります。特に、その7月の10日は食材の日である。あなた方は正解を開き、身を悩まし、主に火災を捧げなければならない。その日には、どのような仕事もしてはならない。これはあなた方のために、あなた方の神、主の前に、贖がないをなすべき食材の日だからである。 すべてその日に身を悩まさない者は民の内からたたれるであろう。神はすべてその日に身を悩まさない者は民の内からたたれるであろうと言われました。これは非常に厳粛な言葉になります。もし私たちが今、この身を悩まさない状態であれば、 世の中に属するものとして、14万4千である神の民の内から立たれるからです。それでは私たちは何に身を悩ますべきなのでしょうか前回の学びの中で、14万4千を象徴するモデルとして、絵のクが旧約聖書の中に登場する話をしましたが、絵のクが何に身を悩ましていたかを研究すれば、 その答えを知ることができます。これが絵の具の心を満たした願望である。彼が神と共に歩いたことを我々は読む。彼は目的に向かって神のご品性を研究した。彼は自分で自分の道を決めたり、あるいはあたかも自分で何でも十分やっていけると考えているかのように、 自らの私枠を優先させたりはしなかった。彼は自らを神に似る者としていただくために奮闘した。すなわち、絵の句が身を悩ましていたことは、神の高潔な品性を目標として、自分の罪の性質との奮闘をすることでした。彼は、 神から提示されている救いの本質が、ただ自分が犯した罪を悔い改めて告白し、許されることだけではないことを理解していました。彼は救いの本質とは、品性そのものが神の味方たちに作り変えられることを理解し、それを追い求めるために、日ごとに忍耐をもって自分の罪の性質と戦ったのでした。 彼もまた罪人でしたので、罪に属する思いが心の中で湧き起こることもありました。しかしそれでも、その罪を選択して行動しないために、神に頼って心を守り、自分の生来の状態と奮闘したのでした。絵の具の信仰は、幾世紀の年月を経るにつれて強くなり、その愛は一層熱烈になっていった。 絵の子はよく洗練され、優れた頭脳と広い知識の持ち主であった。彼は神からの特別の啓示を受ける栄誉に預かった。しかし彼は絶えず天との交わりを保って、神の偉大さと完全さ等を常に実感していたので、誰よりも謙遜であった。彼は 神とのつながりが密接になればなるほど、自分の弱さと不完全さ等を深く感じた。絵の具は、不信心なものの悪事が増加するのを嘆き、神への絵の具の崇敬の念が、彼らの不信心によって弱められるのを恐れて、常に彼らと交わることを避け、人々から離れて、瞑想と祈りにふけった。 こうして彼は主に仕え、神の御心を明らかに知って、それを実行しようと努めた。彼にとって祈りは魂の呼吸であった。彼は天の雰囲気の中で生きていた。この絵の具のように、今、地上で生活しながらも、天の雰囲気の中で生きている人たちが、大即在美で象徴された 調査審判を無事に通過する人たちなのです。彼らは世の中に宝を蓄えず、天に宝を蓄えていました。なぜなら彼らの国籍は天にあり、この地上においては仮世に住みつつ気流しているに過ぎないからです。そしてそのような生き方を実践しているクリスチャンだけが天の蔵に収穫されるために 世の中から性別されるのです。罪悪のために破滅に瀕した世界の真っただ中で、絵の子は神と密接に交わる生活を送っていたので、死の力は彼を屈服させることができなかった。この預言者の清い品性は、キリストの再臨の時に、 地から贖がなわれる人々が到達しなければならない清い状態を表している。その時には洪水前の世界のように罪悪が世にはびこる。人々は汚れた心の衝動と偽りの哲学の教えに従って天の権威に逆らうのである。しかし神の民は絵の具のように心の純潔と 神の御心との一致を求めて、ついに、キリストの味方を反映するに至るのである。彼らは、絵の具のように、主の再臨と罪に対して下される刑罰について、世界に警告を発し、その清い行情と模範とによって、不信心な者の罪を見積する。 世界が水によって滅ぼされる前に、絵の具が天に移されたように、生きている偽人は、地が火によって滅ぼされる前に、天に上げられる。今私たちは、このような非常に厳粛な時に生存しているのです。皆さんはそのような自覚があるでしょうか絵の具が神の助けによって、 キリストの味方たちを反映するに至ったように、私たちも聖霊の先の雨による品性の清めの経験を積み重ねる必要があるのではないでしょうか。そのような生き方が神と共に歩むということなのだと私は理解しています。そしてその具体的な方法は常に神の影響力の内を歩む。 ということなのです。絵の具は主をいつも彼の前に置いていた。だから霊感の言葉は、彼は神と共に歩いたと言っている。彼はキリストを自分の変わらぬ同伴者とした。彼は世にあって、世に対する自分の義務を果たしたが、彼はいつもイエスの影響力のもとにいた。 彼はキリストの品性を反映して、善、哀れみ、優しい道場、共感、寛容、入和、謙遜、そして愛というキリストと同じ特質を表した。彼のキリストとの交際は、彼が非常に親密に結びついていたそのお方の持つ味方へと、 日ごとに彼を変化させた。日ごとに彼は、その思考と感情において、自分の道からキリストの道、天の道へと成長していった。彼は、これは主の道だろうかと絶えず問いかけていた。彼は絶えず成長し、そして父と御子との交友を持っていた。これが、 狩尾の,の祭りに参加するためにはこの誠の成果の経験により世の民の中から性別されて神の裁きを無事に通過する必要があります。そして神はこの調査審判を無事に通過した神の民である14万4千の人々の額に 生ける神の因を押して、ご自分の収穫物の発穂であると、全宇宙を前に主張されるのです。なお、私が見ていると、見よ子羊がシオンの山に立っていた。また、14万4千の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名と、その父の名とが書かれていた。 彼らは女に触れたことのないものである。彼らは純潔なものである。そして子羊の行くところへはどこへでもついていく。彼らは神と子羊とに捧げられる初穂として人間の中から贖がなわれたものである。キリストはこの初穂を天の蔵に収穫するために 地上に再臨されるのですそして最後の残りの教会の民は絵の具のように死を経験することなく天に移されるのです。このような素晴らしい約束を各時代の神の契約者たちに投げかけるために神は狩り用の祭りを制定されたのです。 今は非常に厳粛な時です。まさにその準備である誠の成果に着手していなければならない時です。なぜなら神の裁きは間もなく私たちに及ぶからです。ぜひ皆さん、絵の具が神の力によって経験した誠の成果の経験に私たちも預かりたいと思います。 そして収穫間近に降り注ぐ精霊の後の網に備えて今忍耐をもって神に精霊を祈り求め続けたいと思いますそれでは一言お祈りをさせていただきます愛するご大天のお父様今回は仮用の祭りを通してこの素晴らしい天への収穫の 約束、またそのために私たちが今なすべきことを知ることができました。どうぞ願わくば、しもべたちが神の御霊の実をその生活の中に置いて実らせて、あなた様の大いなる皆にご栄光を期し、まもなく神の裁きが及ぶ時には、世の民から分離し、性別されて、 あなた様の所有となり、生ける神の因を受けることができますように、そしてそのための準備に今から着手することができますように、どうぞお導きお助けください。全くそれに足りないものではありますけれども、あなた様のように未約束に希望を持ち、そして一歩踏み出したいと思います。どうぞ下火たちを憐れみ、そしてあなた様の御心によって、 しもびたちを強めてお持ちくださるようお願いいたしますこの祈りを感謝して愛する救い主イエスキリストのお名前を通して見舞いにお下げいたしますアーメン